画面の前の皆様、こんにちは。メラビット Q でございます。デッドバイデイライトサバイバーやっていきましょう。相手キラーはウェスカーかネメシスか。ウェスカーですね。大丈夫、大丈夫。落ち着け。で、まあ、相変わらず、どっから上がっていいのかわからん丘があって。丘2連続。そうでもないわ。まあまあまあ。回していきますけど、なるべく終わりたくないんだよね、今回は。今回も基本発電機回す構成なんで、なるべく終わりたくはない。オーテム探したいな。過剰な熱意持ってきたんでね。レベッカめっちゃチーズ頑張ってくれてる。ドワイトのところつけばでかいな。ここも一応デジャブで、さすがにつかないか。共鳴あったらそうだよね。はい、あー通ってもある。ここであれか、究極の武器やめて。ビジが入る。ロッケ早いぞ。今回アーカイブでね、あの光をもたらすもののエンブレム評価をちゃんと取れっていうことなので、いや早いね。どうなる。いや、やろうか。ちょっとでも進める。あれか、3並びになってんのか。これそことここと向こう3並びになってますね。間に合うかなこれ。あーすまん、間に合わんかった。許してくれ。その分頑張って発電機回すんで。ナイスで、は？いや、早い早い。いいぞ。よし。よいしょ。
これで発電機の偏りはなくなるはず。これで2台ぐらいかな。だいぶ。向こうやってたか。いやでもレベッカ小屋回してたよね。だから向こうじゃないかな。レベッカ回してたとしたら、えい、早い早いぞ、いいぞ。レベッカもう表面入ったんで、えい、私が全く終われない理想的な展開。いいね、早いね。ドワイトはあれだろうね、なんであのアランウィークこんな早いんだって思ってる。過剰な熱意、やっぱ攻撃されないと強いね。よいしょ。発電機のご利用しこそ正義なんだよ。ナイチェ、オッケー。こっち来るんかな。一応脱出ゲートのオープンも光をもたらすもののエンブレム評価に含まれるので、これは全然釣り交換して OK なんで、私とドワイト。OK。 ナイス形状。治療手段がないんだよな。レベッカー、なんか掴まれてしまったよ。それは無理だ。出ましょう。いや、はい、これ薬莢魂にも入ったらもっと早いってことでしょ。とんでもないね。発電機回しだけにかけてました。な方位共鳴する靴、イタチ、ゆくくの武器。不吉な方位とか共鳴する靴ってやっぱね、釣られない人がいると途端に弱くなるパークではあるんで。あ、デジャブ逆境。ホワイトもだから早かったんだね。ホワイトじゃないわ、これレベッカだ。レベッカも早かった。そん中で、ひたすら。過剰な熱意がね、攻撃されないと強いですね。めっちゃ早かったもん、最後の。やっぱね、発電機回すのがね、やっぱ一番強いんで。こんなパーク構成でも遊んでみるのいいんじゃないかなと思います。というわけで、ご視聴ありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録いただければ幸いです。それではまた。